タタインディカ V にタタインディカビスタインディカは、インドの自動車会社、タタモーターズが製造、販売する、ハッチバック型の小型乗用車である。インディカは2004年後半以降、ヨーロッパ、アフリカや、その他の諸国に輸出もされている。インディカは、初めて、インド国内で開発された乗用車であるともみなされる。2008年夏の時点で、インディカは91万台以上が生産された。 2006年から2007年におけるインディカの年間販売台数は144,690台であった。現行モデルの月間販売台数はおよそ8,000台程度である。イギリスではインディカのバッチエンジニアリングモデルが MG ローバーグループによって輸入されローバーシティローバーとして販売されていたことがある。インディカの主な輸出先としては他に南アフリカ共和国が挙げられる。 インディカは1998年12月30日にデビューした。インディカは発売直後から人気となり、発売後2年でインドにおける同クラスでのベストセラーとなった。インディカは5ドアの小型ハッチバック車であり、1.4リットルのガソリンエンジン、ディーゼルエンジンを搭載する。エンジンは自社製であり、それ以前にピックアップトラックや SUV に 搭載されていたものを改変したものである。インディカではオプション装備としてエアコンやパワーウィンドウを選択することができる。これらの装備はインド市場では従来高価な輸入乗用車のみに見られたものであった。発売から3年後にはヨーロッパ市場への輸出が開始された。イギリスではローバーブランドのシティローバーとして販売されたが2005年4月の MG ローバーグループ社の経営破綻に伴って販売終了となった。インディカのエクステリアデザインはイタリアのデザイン会社アイデン A とタタモーターズのデザイン部門との共同によるものである。インディカ V1 と V2 と呼ばれるモデルに相当し1998年から2008年まで製造・販売されている。インディカビスタと呼ばれるモデルであり2008年から 現在まで製造、販売されている。2011年には、ビスタの電気自動車、EV の登場が予定されている。All, New i n d i c a ー o ド d Out in City a r c h i v e 2012年9月29日。ありがとうございます。